プレジオ。ソファーやテーブル、テレビなどを置いても十分なゆとりのあるスペースが、クローゼットが広かったらどれだけ服が多い方でもご安心いただけるかなと思います。このチャンネルは大阪の賃貸マンションもご紹介しております。仲介手数料は一切かかりません。さらに独自の特典もあります。本日は東大阪市にありますプレジオ布施ユーロというマンションにやってまいりました。こちらのマンションは大阪メトロ千日前線新深谷駅から徒歩6分、近鉄大阪線布施駅から徒歩7分の立地となっており、2線利用可能ですので大変アクセスは良好です。本日ご紹介するのは 1DK A タイプブラウン基調のモデルルームとなっております。こちらは男性のお一人暮らしをイメージして作られたモデルルームとなっております。それでは早速ご紹介してまいります。今私がおりますのがダイニング部分になりまして、キッチンの横にこういったソファーやテーブル、テレビなどを置いても十分なゆとりのあるスペースが作れます。奥の窓すごいおしゃれですね。そうなんです。こちらガラスブロックをはめ込んだ窓になっておりまして、角部屋であります A タイプにのみついているものとなっております。そしてそのダイニングの横にはキッチンがございまして、こちらがキッチンなんですが、2口のガスコンロがまずございまして、それ以外にも上下にこれだけたくさんの収納がございますので、調理器具が多い方々もご安心してお使いいただけるかと思います。冷蔵庫ってどこに置くんですか？こちら冷蔵庫がキッチンのすぐ横、ここに冷蔵庫用のコンセントがありますんで、動線的にもすごく便利かなと思います。確かに。それでは続きまして奥の洋室のご紹介ですが、ご覧ください。約4畳の洋室なのですが、こういったセミダブルのベッドを置いても十分余裕のあるスペースが確保できてます。そしてその後ろ側ですね、ご覧ください。こういった幅広のクローゼットがございます。すごい大きいですね。そうなんです。これだけクローゼットが広かったらどれだけ服が多い方でもご安心いただけるかなと思います。そしてこちら洋室とダイニング部分はこういった引き戸で分けてお使いいただくことも可能です。全然圧迫感ないですね。そうでしょう。こちら真ん中が透明になっておりますので、閉めてもなお開放感があるかと思います。それではこちらに進んでいきまして、まず右手トイレになっております。もちろんウォシュレット付きのトイレがありまして、上に収納があったりタオル掛けがあったり、便利にお使いいただけます。それではこちらが洗面室となっております。ご覧ください。こちら大きめの洗面台も備わっております。鏡の裏も収納できるんですかね。そうなんです。こちら三面鏡仕様になっておりますので、サイド部分が開いて収納に使えるのはもちろんのこと、真ん中部分もお使いいただけます。そしてその横が洗濯機置き場になっております。そこドラム式置けますか？はい、こちらドラム式洗濯機も設置可能です。ドラム式洗濯機って結構前に出っ張る形が多いと思うんですけど、まあ、これだけ前側にスペースがありますので、一般的なドラム式の洗濯機は設置が可能です。そしてこちら右側ですね、浴室になっておりまして、ご覧ください。16インチの大型の浴室テレビもついておりますので、入浴しながらテレビも楽しむことができます。そこのスイッチって何なんですかね。こちら浴室乾燥のスイッチになっておりまして、浴室乾燥はもちろんお風呂に入りながらの冷暖房もお使いいただけます。それでは玄関に向かいます。玄関横にはこういった大きめの姿見もありますので、お出かけ前の身だしなみのチェックも可能です。その向かいがシューズクローゼットになっております。照明ついてるのいいですね。そうなんですよ。こちら照明で全体を明るく照らせますので、どこに何があるのかパッと見で分かるのは使いやすいですね。A タイプブラウン基調のモデルルームはいかがでしたでしょうか。こちらのマンションはペット飼育やお二人入居も可能で、
無料インターネットや宅配ボックスなどの設備も完備しております。それでは物件のおさらいです。プレジオ不正誘導が気になった方はこの動画の説明欄からお問い合わせお待ちしております。 LINE からもお気軽にお問い合わせができるようになりました。 ID はこちらです。この動画がいいねと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、TikTok などの各種 SNS もフォローよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。